埼玉県立浦和商業高等学校は埼玉県埼玉市南区白畑に所在する公立の商業高等学校。通称は浦商。生徒数は女子が多く、男子が約200名、女子が約500名。なお、定時制は2004年度より募集を停止2007年度末で廃校となった。これは埼玉県立戸田高等学校。 埼玉県立世の高等学校、埼玉県立わらび高等学校との合併によって2005年度より三部制の埼玉県立戸田消費高等学校として再スタートしたからである。廃校前は在校生などによる反対運動が行われていた。近年の卒業後の進路は就職が最も多く約60%専門学校へは 約15から20%、大学進学は約13%程度。平成23年度の検定合格実績は、応用情報技術者、試験員1名、IT パスポート試験3名、日照簿記検定など。その他の多くは、全国商業高等学校協会主催の簿記検定、ワープロ検定、情報処理検定、電卓検定などが多い。 行事のほとんどを生徒が企画、運営する。7月、12月の学期末に行われる。男子はバスケットボール、女子はドッジボール、またはハンドボール、ミニサッカー等。また、ここ数年間は男子はフットサル、女子はドッジボールと種目が固定されつつある。現在は12月の1回のみとなった。 各クラスや部活動などの団体が模擬展やアトラクションとして出展する。また、有志団体として部活動や友人同士の集まりでグループを結成し、バンドやダンスなどをステージで発表する。文化祭終了後には五夜祭が行われる。なお、現在は五夜祭は廃止され、前夜祭りに切り替わった。昔行われていた花火などは一切なくなった。 戸田市の彩り以降の周回道路を男子は3周、女子は2周走る。2003年度から始まったが2004年度の第2回までは男子も2周であった。埼玉市浦和区の埼玉会館において音楽などの芸術を楽しむ。生徒からアンケートを取り、最も多かった観光地が行き先として決まる。それにより、その年度により実施月や行き先が異なる。主に、 北海道、沖縄の2つの中から選ばれる。ただし、平成29年度の行き先は、異例の長崎県となった。また、アンケートも行われなかった。浦和商業高等学校公式サイト、各試検定実績より、ありがとうございます。